敵の攻略に入る。さあお互い選んだサポートはアスナはフォロー、シャナはカガさん。さあ引きずるよろしい、空中引っかくからコンボしていく。ファーストタッチしていったのはアスナ。さあ 4AB 見えてる。あしっかり反撃を取っていく。グレーの勝ち。しっかりコーナーズぐらい。5番このままで固めていく。距離が離れる。さあお互いリムの距離で削っていく。さあグレーの勝ち。グレーの勝ち。画面端まで持っていく。5番当たる。さあ暴れていく。暴れていくからそこからクライマックスターツ。さあどうする。こっちでね、パークグラスを投げてきた。さあジャンシー当たるよ。超火まで入れる。さあどうする。フォローで体力を回復していく。こう回復するな。本当にジャンシーが、ジャンシー当たったが加賀さんがフォローする。クレームの立ち。バックステップで拒否していく。さあどうする。さあバックステップに引っかかる。さあパワープラスと体力が回復していく。さあジャンシーが当たる。さすがにこれは殺しきれず、まず1本取っていったのはロッテリさんのアスナ。さあ加賀へ、加賀へグレーンの出し。加賀さんがおーっと AB で加賀さんを抜けていく。さあ加賀さん崩す。さあジャンピーから、さあクライマックスターズまでしっかり入れる。ダメージは3割。 4AB リバーサー。さあ1入れ替える。さあまた1入れ替わった。さあ加賀さん潰す。さあジャンピーから AB やる。グレーの立ち。さあ拾えはしない。さあグレーに回収と攻撃力アップ。さあ、クライマックスターズ。さあ、パープラスト。さあ、鉄拳制裁を読めていたが、グレーの王立ち。一本取り返していく。さあ、どうする。距離がお互い遠い。グレーンの大立ちをパランティク。さあジャンプ当たる。ジリアルいいダメージは何もない。さあ加賀さんが歩いてジャンプで潰す。攻撃。さあ 2AB で切り返していく。どうする。テイクダッシュで左に行こうとしたところをいなしていく。ジャンシー、大きい、大きいジャンシー、FKブラスト、キャッチしてるぜ。 4AD、後出しが、あーっと絡めてしまった。グレード立ち。鉄拳制裁。おーっと、ここは切り札で横見る。あー、ここでクライマックスターズを入れる。まだ全然あるよ、キャラが。 4AD。さあどうする。さあおっとエスケープラスト。残り体力。体力回復していく。体力回復していく。体力回復していく。加賀さんがきつい。さあエフェクトガードする。あーっとジャンプが刺さる。勝ったのはシャナ。こんなところに。シャナ同士の戦いが来たよ。この気配は。さあシャナ同士の戦い。エリアル加賀京からパープブラスト。
さあ、サナトシの戦い。グレンの動きが助かるが、ハブに使ってがない。グレンの動き。加賀強行を潰しながら、トシに下が当たらない。逆に反撃をもらってしまう。そこから取れます、サーブ。さあ、これは立ち投げと見せかけた。わかるか、画面の立ち、画面焼き、グレンの立ち。さあ、これはサナトは捨てながら反撃ができない。さあ、セーフルダッシュで素戻したところをうまくバックジャンプ攻撃でいなしていく。ラウンド2ファイト。さあ、ミヤル、エリアル、エリアル、画面上げ、スタート、ジャンプ、まだ攻めはないんですけど、ここはいないです。ダイエクスレスだけストップから食らいました。さあ、パックラスト両エビ、これは当たらない。今技を出しながら攻めていく。さあ、手下し攻めていく。両エビ、これはダイエクスレスだけ。さあ、ダブルクは強い。おー、あとコパーが大ダメージがない。グレンの大立ち、グレンの大立ちが2つ。今やっておけるから受けろ、やっていこうよ。あー、コーボブラスト、あー、ダメージが取れなかった。さあ、しっかり真ん中でやっていく。やめる気になって1本取り返していく。さあ、最終ラウンド、今これで終えろ。さあ、エフェクションガードして並べ距離を離そうとしている。グレンの大立ち、スタールが小判が当たったが、うまい反撃が出ない。グレンの大立ち、画面端から抜け出す。ハリウキ、さあ、シジロロが立ち右からグレンの大立ち。さあ、小判、さあ、手を出ない。グレンの大立ちからのクライマックスタート。コパンが当たる、レーザーソード、あーっと殺しきれない。あとパープクラスで体力を回復していく。これがどう出るか。はい、やる、勝ったのはコさん。ここで止めた。さよなら。さあ、 2P 側のチームはここで博士側が勝たないときつくなってくる。小さい、かわいい、うるさい、うるさい、うるさい。さあ、スピードダッシュ、スライディングから攻めていく、ガンガン攻めていく。さあ、テイクダッシュからの審判がコンボにならない。EC 当たるからのエスケープブラスト、サポート波動で潰していく。さあ、ジャンプ攻撃、画面端をやられる君の。さあ、2MEで切り返していく。さあ、ジャンシー、2枚ダメージにならない。さあ、コマンが当たる、これがどう出る。アイシークルコンボをする。さあ、逆切れ牽制していく。 2MEが当たらない、カウンターヒットになってしまう。ダウンロール、2枚ダメージにならない。リーバーターパワーアップブラスト。さあ、スイングダッシュ、スライディング。さあ、ここでランプ拒否、気にはしないけど、有利時間は長い。何をやっていく、リーファー。さあ、AB に返していく。グレーの立ちからのクライマックスアーツ。さあ、しっかりバウンする。ノン AB が見えない。どうする、お互い体力。さあ、ジャンプ、切り札だった。切り札でした。さあ、一本取っていく。キリノ、キリノがまたガンガン攻めていく。リーチバレーからラブが繋がるんです。ドーンで有利時間を、有利時間、あーっと置き攻めスライディング、足立ちながらスライディング。さあ、強行、しっかり寄っていけなかったが、さあ、飛び道具。さあ、2P、
どうする？じゃあ NK 接触、ジャンシー、さあ AB で切り返す、パープブラスト、これはでかい、サポートを外しにしていく、 AB やるからクレートを出し、さあ強行 4AB 見えない、さあクレートを出し、さあどうする、どうする、体力が時間が当たればまだメイにならない、切り札が使ってしまう 4AB だった。さあ最終ラウンド、ゲージは昨日は4ゲージ、7が2ゲージ、さあ最初先取っていったのはバッタとしたのは昨日、さあ昨日はガンガン攻めていく、さあここで調子が出る、さあクレマスパーツ入れて奥攻めはリーファーを攻める、さあ波動、ジャンポイント当たる、これはでかい、審判クリアル、さあ強行バッブラスト、ゲージしっかり回復する、 HP を回復する、攻撃力もアップする、さあエリアル、さあうまいダメージ取れない、クレノーダッチが当たらない、しっかり消費をしていく、クライマックスラストを入れる、体力リードしているとは博士、ゾーンエリに対してAB、 さあリーファーが当たる、だが致死量にはならない、さあ 4AB、 クレーンの出しパープラスト、どうする、まだ分かんないぞこれは、消費で死ぬか、死んだよ火力が高い、こんなところにやばい、この気配は全力で相手になるわ、さあジャンプ攻撃、ディレイディレイかけて暴れ潰しをしていく、さあコパンが当たる一確認からのキーパンエリアルからのパワープラット、さあガンガン攻めていく、画面端にダウン取ってる 4AB、 エリアル、さあさん、クライマックスアーツ画面端、この攻め方は SK ブラスト、さあエリアル、これは死ぬでしょう、それで全力一本まず取っていったのはコウさんのシャナ、どうする、さあリスク長い、さあ集中比較からうまいダメージを取れなかったアスナ、ジャンシー立ちへ先制していく、さあ距離を取る、連打突き、加賀さんを呼び出す、加賀さんを波動で潰す、ジャンシー、さあ AB で繰り返していく、クレーンの出し、加賀さんを呼び出す、加賀さんが交換する、おーっと爆死を読んだか、俺は前ダッシュからのトンポンしていく、画面端だ、パープラスト息が入れ替わる、さあここで切り札使っていった、さあ AB で切り返していく、ノーダッシュ、ランポンキー、これは反撃確定でしょ、当たってしまった、ちょっと痛い、これがフレームフェイズの使命、次は警告者のマスから、さあ最後残ったのが小粒さん、高3のシャナ対小粒さんの黒雪姫ですね、さあジャンプ攻撃固めていくが、地上でコパンが当たるがいいダメージにならない、まだまだだ、このとこジャンプ攻撃、さあ AB で返していくが、反撃が甘い、反撃が取れない、波動1は足にやる、これで終わりだ、当て身です、画面端でアテミやっていく、この一撃、さあここで脳裏に当て身が残る、なかなか攻撃が出しづらくなるか、
大変。まだすごい。ダンクしてたためにガンガン攻めていく。波動、波動、古代波動出していく。そこだ。まだまだだ。どうして。あー、セミが誘い込んじゃった。私のすべてが。これは痛い。任せん。これで終わりだ。波動する。やっと。やっと。私に触るな。エスケープバーストした。やる。やあ、いつでも飛べます。見え見え。ジャンプ攻撃から。そこだ。残り足りが少ない。横投げが通る。やめる気になった。1本取っていったのはコウさん。まだ今任せる。これで終わりだ。さあジャンシーが入るがうまいダメージにならない。ヤギが通るよ。頼んだ。まだいい。さあジャンシー、なかなか楽しめたか。さあ最終ラウンド、踏ん張りたい小粒さん。波動で削っていく。さあ立ち投げだと思ったら立ちが回ってきた。しかし当たる。さあ空中で上がらない。さあ小判が当たる。モードレッド、モードレッド。さあ、ジャンプを当たる。これで終わりか。レーザーストーン。さあ、このブラスどうした。さあ、どうする。さあ、どうした。さあ、波が通る。さあ、ジャンプを当たる。どうなる。これで終わりか。レーザーストーン。まだまだだ。アテミからヘルがお互い多分これ一発圏内じゃないかな。ゲージあれば。あーどうする。これ微妙だな、どっちも。さあバックジャンプからのジャンプ攻撃。ここは踏ん張った小粒さん。続いては誰が出るか。グッドゲーム。よっし。サポートはキリトがヒノで、とクルキメが完璧ですね。できれば使いたくなかった。さあ2エビ。準備できれば悪いですね。やってくれたのに。さあ4エビ。僕にやらせてください。よっしゃ。さあジャンシーがカブスで当たる。バーププラスト。どうする。お大丈夫よ。トリを放つ。おっとここで空中に引っかかるのコンボしていく。しっかりしたバース。おっと使ってしまう。これ判決確定でしょう。5ゲージあったからしっかり使う。あーこれゲージさんは結構でかい。もう準備できました。さあ、アテミで取っていった。これは終わる。一本取っていったのはクルーキ姫。さあ、ハードで牽制する。さあ、二刀流になるが拾えない。さあ、ジャンシー確定。これモードレッド。さあさすがにバストなかった。コマンコマンアテミ。悪いですね。生きれる。さあどうする。生きれる。距離を合わせながら波動で決定していく。今だ。こういうダメージになる。さあさあさあ出ていく。SK プラス確かに引っ張ってきつい。さあ波動だ。波動が強い。デスコモードの時は勝ったのはしずさん。君はもっとやれるはずだ。さて限界を超えるんだ。いや
誰やすいません、俺アルカナ勢なんです、選んでいったサポートはキノです。トムガがキノで黒雪姫がカバですね。さあどうする、さあキノで牽制していくが大きな場面にならない。さあ下から逃げるトモゴサポートを呼びます。さあパワープラス、さあ赤いパワープラス、おいしい画面にはならない。さあ一手の距離を保つ黒雪姫。さあ相打ちでいい画面にはならない。さあクレイキーは一の距離を取る。キーノで検索を取る。で、さあ波動波動僕にやらせてください。波動我慢するとこか。さあここで 4AB いきますよ。 4AB 出し切るが当たってしまう。高級部までしっかり決める。さあこっから置き攻め投げを選択する。しかし下段しっかりガードする。まだ全然あるよ。さあパワープラスとこれがでかい。当てみあ調子でなかった。さあこれがどう出るか。調子しっかり当てる。さあどうする。さあどうする。当たるか、当たるか、死ぬか、死んだよ。減るよ。なかなか楽しめたな。続く。受けてね。悪いですね。お願い。僕にやらせてください。はい、やる。ガンガン攻めていってるのはトモカ。トモカがローキューブを決める。お決めは何を選択するか。さあ投げが通る。ああ 4AB これは見えない。さあ画面足からなんとか脱出する。体力差が結構きつい。さあジャンプポイントが通る。さあどうする。当てみ。さあ 2AB からのローキューブ。さあしっかり決めていく。1本取り返す。あーここで決めるかともか、それとも耐えしのぐか。クレイキメが当てに切り札に対して波動エリアルするコンボブラスト、ダメージを取っていった。これがどう出るか。3割ぐらい横投げが通る。さあかぶせていく波動拳。さあクレイが打つる。僕にやらせてください。さあ体力差が5割。花火が当たる。さあ1打目にならない。さあ反撃が取れない。さあじっくり我慢して友果は様子見ている。さあジャンプポッキー打ち。僕にやらせてください。さあジャンプ、さあ切り札が当たる。これはでかいぞ。多分ゲージがある。おわっとギリギリ SK ブラスト相打ち、ジャンプポイント。さあ 4AB。 さあダウン確定。何を選ぶ。さあパワープラスト 4AB だった。勝ったのはトモカですね。おめでとうございます。勝ったのは HP 側です。おめでとうございます。コーチが応援してくださったおかげです。はい、本日のイベントはこれで終わり。